チャンネルクララをご覧の皆さんこんにちは本日は立命館大学法学部教授小堀正弘先生にお越しいただきました先生ともよろしくお願いいたしますお願いします倉山先生よろしくお願いします今日はこちらのカレンと佐々木がですね小堀先生のご本教科書に独自に勉強会をやっていてぜひともあの司会させてほしいということではい。 本人の去っての希望でインタビューさせていただくということで今回、新庄を出されまして、歴史から学ぶ比較政治制度論ですね、日英仏、日英仏語を出されまして、今回の宣伝をさせていただきたいということなんですけれども、まずですね、今回のご著書をご出版されるに至った経緯といいますか、話を伺えればなと思うんですが。 はい。えっ、ー、と、まあ、あの、この本は、まあ、立命館大学の比較政治制度論の教科書として、ま、あの、書いて、まあ、実際、あの、もう数年、えー、こういう内容で、えー、まあ、あの、えー、授業をしてて、えー、その、お、中身をもちろん、あの、本にするためには精度を高めないといけないんですけども、まあ、高めて、えー、まあ、あの、こう書いたわけなんですけども、まあ、あの、 こう私の今の研究っていうのは大体そういうことが多いんですが日本でこう考えられてきた、まあ、あのイギリス政治であるとかそれから、まあ、あの世界の任意とかで、まあ、特に私がその日本ではその衆議院参議院は別々に選挙するもんだと思っていて、まあ、専門家も含めてそんなことを考えている人はあの結構いるんですがいや世界は全然そう考えてないと。えー、こう、まああの 日本で考えていることと、それから、あの、イギリスとかアメリカとかオーストラリア、フランスなんかで考えられていることがかなり違うと。で、まあ、あの、率直に言ってフランスは、あの、非常に、あの、えー、日本では、特に憲法で専門家が多いんで、そこのお、まあ、考え方は正確なんですけども、そういうフランスの専門の先生方は、実は結構イギリスを知らなくて、で、えー、英仏は一緒だみたいなことをですね、書いている、えー、先生もいて、それが、 丸ごと日本に、まあ、あの、理解がですね、え、同じような理解をされて、うまくいってないようなところも結構あるということでですね、まあ、あの、そういう、まあ、伝説みたいなものを、に対して、まあ、あの、いろんな、え、異議をもかなりしっかりして、え、やってますし、そういう、まあ、史実を待機してですね、え、まあ、 あの学生には理解してもらいたいなと。まあ、こういうふうに考えて、え書いたわけです。はい。えっ、はい、とうございます、要するに教科書ですね。ねそうです。教科書です。はい。本当大学生、本当に羨ましいなというふうな、と <laughs>、はい、かりやすく、あの書いていただいてるんですけども。はい。で、今回、あの。 ご著書のです、ね、話の中で「終立、はい」あのという、はいまあ、キーワード、はいまあ、これが非常に大切なものになるかなと思いますので、はいはい、こちらも一つご,ご解説いただきたいとはい分かりま,した、はい、まあ終立っていうのはあの一言で言えば法的拘束力は持っていないんだけれども、まあ、あの一つの観光として、えーまあ、あの定着をしてきた。 イギリスはあの不文憲法政文憲法がありませんであの、えーまあ、庶民員貴族員というですね2員で、えー、可決されたものを、えーまあ、あの国王が、えーまあ、認めるというこの要件で法律ができるんですけどもそれもどこにも書かれていません。でえー、そういういのは実は実慣習 まあ、あの、英語で言うと、ま、カスタムとか、まあ、あの、大臣の言い方ですると、ローブ・ザ・コンスティチューションというふうにえ言って、まあ、あの、伊藤正美は、あの、憲法律と訳してますけれども、えー、しかし、あの、成分はないんですね。で、それは法的拘束力を持っていると。で、それに対して、え、ま、法的拘束力を、ま、持っていない、あの、例えば、その、首相は、あの、必ず庶民から、あの、 えー、国王が選ぶと、えー、こういうふうなことはあの法的拘束力がなくって、でも今までずっとこう行われてきていると、えーまあ、こういうのをまあ端的に言うと、という,ふう,に言うわけですね、はい、この場合の法的拘束力というのは、裁判規範ではない、裁判所が介入しないで、政治だけでやるというそういうことですね。はい、はい、はい、ありがとうございます 今回、こういった州立のテーマさまざまなところで話をいただいているんですけれども今、ですね日本で岸田首相ですとかさまざまな首相がですね解散を自分の好きなタイミング、好き勝手に解散をするということが慣例という言い方ではちょっと変かもしれませんけれまあいう形になっているんですけれども他国、英国ではそうした例がないという前回の番組でもお話しいただいたんですけれども例えばフランスですとかオーストラリアですとかそういった中で 解散がどのように使われているのかこういったことをお話しいいたただきたいと思うんですけど、はいあのまあ、今言ったように、まあ、イギリスはだから、えーまあ、日本の憲法学者芦部信義のようなです、ね、非常にそれから、まあ、あの宮田敏夫氏が、まあ、もうそうですけれどもあの、まあ、事実上自由な解散がイギリスで行われているっていうふうに言ってきたんだけどもイギリスの政治家たちはあの、えー、結構おまあ 国王や女王がですね、えー、こう拒否するかもわからないしでまたあの実際国王たちがあの、えー、いろんな牽制やメッセージなんかを出してですね、えー、まあ影響力をもたらしていただからまあ,あの自由な解散とは言えないんじゃないかと、えーまあ、憲法学者はそこを自然に調べてないと、まあ、いうようなことは、まあ、ずっと言っててここにも 今回の本でも書いてあるんですがまあ、えー、それに加えてまああのまあ今回特に取り上げさせていただいているのはフランスと、えーまあ、オーストラリアなんですけれどもフランスはあの実は第三共和制1875、まあ、年以降のところでもですね、えー、まあ一回1877年にですねまああの当時の大統領があの解散をしたんだけれども過半、えー、を得られなかったと。 でまあ、失敗であったと、まあ、大統領が支持している政党がですねまあ応答派なんだけれども関数が取れなかったと。でそれを契機にもう解散をしませんということをですね、まあ、あのその次の大,、まあ、大統領がですねそう宣言をしてそれ以来、まあ、あのフランスではほとんどそういう途中での途中での 解散っていうのを行わないことになってきてそれが第四共和制でも受け継がれてで第五共和制ではまあ非常に簡単にその大統領があのまあ事実上まあ解散をすることができるともう首相にですね諮問するだけでいいと手続きとしてでその後はもう解散したい,いということになったんだけれどもやっぱりあんまり解散をしなかったんですね。えー まあ、あの、だから、その、むやみやたらに、本当に必要な時はするんだけれども、その、解散をするっていう文化は、えー、フランスでもずっとなかったわけです。で、え、オーストラリアはどうなのかというと、オーストラリアは大変日本と似ていて、あの、まあ、権限上は自由に解散ができる、採用的な解散ができる、まあ、会員と、えー、それから、あの、上院、元老院は州を基礎に、えー、まあ、 で小さな州も含めて、えー、同じ数今だったら1二一つの州が12なんですけれども、えー、その定数をまあ選んでいて6年任期で3年ごとに半数改選と非常に日本に似てるんですが、えー、しかしまああの、えー、オーストラリアはその半数改選っていうのに合わせて大体、えー、まああの下院、えー、のですね、えー、まあ日本語で訳では大議員と訳される それを解散しているとだからもう大体いい分かっている時期に解散しているでおまけに、まあ、ちょっとこの本には書いてないんですがあの最近オーストラリアはあの、えー、1年か半年前にですね、えー、この時期に解散するっていうことを予告してるんですねで,ですからもう全然その自由な解散ではないわけなんですねオーストラリア。 があるわけでほ、まあ、他のヨーロッパ諸国に関しても言えますけどどうどうしましまょうか、はい、これあの要はちょっと今ふと思ったんですけども、はい、じゃその解散を、まあ、そ,のそのタイミングいわ決められてる、まあ、ある程度決められてるタイミングを逸脱する解散がこう行われた場合っていうのはその国としてはどういう反応になるんでしょうか えと逸脱した解散まあちょっとこの中に書かれてるんですが非常に、まあ、詳しい話になっちゃうんでもう読んでいただくよりほないんですがあの逸脱した解散をした時期もあったんですけれどもまああのそれは結局政権党にとってもあんまり良くなかったのでというのはその、えー、オーストラリアの場合はあの元老院上院元老院がで関する結,結局取れないと。 意味がないのでその、えー、勝手に一つだけ解散してもおなんかそれで得るものはないっていうことが、まあ、あの50年代70年代で、まあ、オーストラリアではあの特に政権を取った人々たち、まあ、これは政権交代があって労働党であったり自由党であったりするんですが、まあ、彼らもそういうふうに考えてですねもうあの えー、オーストラリアは、あの、必ず上下両院が、あの、同じ日に選挙をやるっていう形で、えー、もう、あの、1975年、えー、から今日まで、ずっと、ですからもう50年ぐらい、えー、同日選挙でやってるんですね、えー。だから逸脱した例っていうのは、まあ、あんまりないし、逸脱したって、えー、それは自分たちにとって不利にしかならない。まあ、こういうふうに、ま、考えているという。 まあ、同日選挙特に下院ですとまあ3年任期で、えー、と上院ですとまあ6年任期で、ええ、まあ3年ごとに解散も行いながら、まあ、あの選挙は行われていくということですよね。と、はい、いう意味でいうとすごくこう日本 <laughs> という、ええまあ、国のこう制度という言い方でいいのか分かりませんが、ええ、ちょっとすごく違和感を感じるところがあるんですけれども、ええ、これ先生はどのようにお考えですか あその違和感というのは日本にですかね日本の場合はだからあのまあなんで別々にそういう衆議院参議院が別々に選挙やってるのかっていうとあの、まあ、ここには書いてないんですけど根本的なあの要因としては貴族院があの日本の明治憲法ができて以降の貴族院がですねあの ええー、まあ、貴族院なんで、まあ、皇族とか、あの、まあ、皇爵、なんかの上、上の方の貴族は、あの、みんな任命されたんですけれども、伯爵以下、それから、ええー、まあ、学者、あの、まあ、地方の代表、っていう人々は、あの、選挙は行われていたんですね。で、ええ、しかし、それは7年ごとの選挙で、しかも、結構もうバラバラに行われていて、全然統一されていないと。だから、ま、日本ではもう、あの、明治憲法の頃から、 まあ、あの衆議院と貴族院はもう全く選挙別なんだということをやってきたので、まあ、それもあったんだと思うんですけどもあの <laughs> 日本国憲法になって以降もあの当時の、えーまあ、政治家やあとそれから法制局のお、まあ、国会の答弁にあたっていた、あのー、佐藤、えー、達,夫達夫とかの発言でもですねあの えー、完全にも初めから別にやるもんだと。真、まあ、ん中理由とか示してないんですけども、あのそういうふうに捉え合えることを言っていたんですね。だからもうあのずっと別であるのは当たり前だと。で、あの、1986年に中曽根がその衆参同日選挙をぶ,でをぶつけてきて、そういうに非常に大問題になったんですが、その時にあの専門家が集まって、あの えー、他の海外はどうなってるのかっていうことで、あの、えー、投を出したんですけども、その時の答申でも結局海外のことがあんまり分かってないなっていうのが、<laughs> まあ、あの、えー、分かったぐらいで、 うんあんまり世界でどういうふうなことがされてるのかっていうのは分からなかったみたいですね。だからまあ日本ではまあそういう別々が当然だまさにその中曽根内閣の時に衆参同時選挙をやったら自民党が有利になるんで、一斉に憲法学者が同時選挙意見論言ってて、海外を調べてみると同時選挙が普通だっていう。ええ、そうですもうこの差は中曽根一体何なんだっていうことを小堀先生もお聞きしたいんですよ <laughs>、ええええええ。まああのだから日本のあの、 まあ、こんなこと言ったら怒られるかもわからないです本当に憲法学のいろんなあの教科書はもうほとんどあの日本だけについて書かれてて、で、まあ、あの、イギリスもはじめとして、あの、海外に対する理解があんまりないし、で、またイギリスに関しては本当にあの、えー、戦後直後に作られた、まあ、宮田俊夫氏で、まあ、あしめんの夫氏の考えたことが、まあ、何も検証されないでそのまま言われているので、まあ、あの、 結局、こう、分かっていないし、まあ、ええー、まあ、アメリカなんかね、えー、まあ、来年行われますけれども、あの、大統領選挙と同時に連邦議会の上下両院選んでて、もう、同日にやってるっていうのは非常に、こう、日本語レベルでもわかるはずなんだけれども、 なんか分かっていない人は多いですね、えー、これはまあ私も不思議なところなんですけれども、えー、そういう現状です、うん、やっぱり竹下さんとか小泉さんは同時選挙が慣例化すると解散権が制約されるから嫌みたいなことを言ってますよねそうだと思います、えー こうすごくあのこう同日選挙をこの慣例化していくという流れがあったらまあいいなとは思うんですけれども <laughs> まあなかなか今の日本の現状と難しいということだと思うんですが各国はこのまあいわゆるねじれというものでしょうかはこうどういうふうにこうねじれを捉えていてまあ,そのまあ,ある程度のところを容認はしているのではないかと思っているんですがどのようにあの解釈されているのか、ええ、そうです、ねまああのー。 えー、この本で扱った5カ国のうちで言うと、まあ、まずイギリスは、あの、選挙で選んでいるのは会員庶民だけで、貴族院は、あの、えー、世襲貴族と、ま、任命された、あの、各会の代表者がですね、で構成されているんですけれども、あの、この貴族院まあ、この本でも書いてるんですが、結構実は強いんですね。で、あの、まあ、そこはだからこ、こ、えー、彼らも心得ていて、あの、根本的な、あの、 拒否みたいなことはしないんですけど、まあ結構修正をかけてくるんですね。で、あの、まあ、えー、結構そして政府は、あの、ブレグリット、あの、イギリスのリラースの時にも、あの、ジョンソン政権は、あの、そういう修正を甘んじて飲んだりしたこともあったんですけれども、あの、まあ専門家が多いですので、あの、そういう彼らがやる修正っていうのが、まあ受け入れられることも、まあ、 多いんで,すね、で、フランスは、今度は逆に、憲法ではっきりと、あのえ、予算とか社会保障関係法案に関しては、あの、もう、えー、提出したら、あの、数十日、日でですね、それぞれ日数が違うんですけれども、あの、成立するっていうことが書かれていてですね、まあ、だから、まあ、フランスに関して言うと、まあ、あの、重要な法案に関してはですね、ほぼ問答無用で、えー、まあ、あの、 会員国民議会でですね決めることができるというふうにまあこうなっているわけですねであのオーストラリアに関してはあのえー、まあこの本でも書いてあるんですが実はずっとねじれているんですねただねじれていてもその、えー、元老院でその反対党が過半数を取っていることっていうのはあんまりないのであの結構中間政党はあのやっぱりキャスティング・ボートを握るんですね。えーまあ あの、緑の党であるとかですね。まあ、あの、いくつ、あと無所属の人もいますし、まあ、あの、そういう政党がですね、まあ、あの、妥協したり、そして、ないしは彼らが飲むように法案を修正したりとかをして、それでもダメだった場合、あの、オーストラリアは、あの、ま、上院、元老院をあの解散することができるということになっていて、これが、まあ、あの、 最近でいうと2016年にまあ行解散されたんですけどもそういうふうにして、まあ、あのねじれた場合にどうやって解決をするのかっていうのはあの一応そのオーストラリアでは憲法上もあの考えられて規定があるんですね。はい、はい、ありがとうございます すごくお話を聞いていてやっぱりその政権交代ですとか、ええ、まあそういった、ままあ、何かこう政、まあ、法案を通すですとか、ええ、まあいうところで言うと、まあ、すごくこう合理的なような私は印象を受けているんですけれども、まあ、ただ今の日本の政治といいますか、まあいうことを考えてみると政権交代が非常にしにくい、ええ。 とそうですね。はい、これはまあ、あの、この本というよりも、あの、ちょっと前の本の、まあ、国会改造論というですね、ぎ業主義名前の本があるんですが、あの、本の中で、ええー、まあ、あの、あんまり明確に書いてないかもわかりませんけれども、まあ、あの、一応か、まあ、書いてもあるんですが、日本の、あの、ええー、まあ、 憲法の元での任性っていうのは、あの、衆議院で選挙に勝ったら政権交代できるっていうことになってるんだけれども、あの、まあ当然ですが衆議院で勝った時点で参議院が多数取れてないっていう場合も多いわけですね。で、ないしはその、まあ民主党の時はまさにそうだったんですけれども、参議院で勝って衆議院で勝ってという、まあ二連勝みたいな形で、えー、その政権を取っても、 その次の参議院選挙の負けて、つまりだから2連勝で勝ったんだけれども3連勝できなかったと。で、そうするとどうなるかというともう、あの、ま、皆さんもご存知の通り、日本はやっぱり一番強い政党として自民党があるわけですよね。で、そうするとその、え必ず自民党の力っていうのが、あの、出てくると。えだからその、え日本でリベラル、 と呼ばれる勢力の人たちが政権交代をしようと思った、今の維新とかでもそうですけれども、まあ、あの、自民に対抗して政権を取ろうっていう時に、衆議院だけ勝っても依然として不安定で、で、参議院も勝たないといけないし、で、しかし参議院はこれ、もう2回連続で勝って3連勝ぐらいしないと、あの、実際には安定した政権交代には、こう、 ならないとで逆にその自民党は非常にそれをよく分かっていて自民党は、えー、自公それから今ではまあ国民民主も含めてそのもう常にずっと6割以上まああわよくは3分の2を えー、取るとだからまあ過半数では全然足りないんだっていうことがよく分かっていてですね、えー、だからあの絶対両方で勝つとでそのためにはその6割ぐらい取ってないといけないと。でだから非常に自民党合理的でまあそういう点では私は賢いなと思うんですけれどもあのそういうことをやっててそういう意味で言うとその政権交代としてこのなんかあの過半数の取り合いみたいに まだ考えている、まあ、野党の政治家の人が多いんですけれどもそれって日本国憲法の下での任政、えー、をあんまり理解してないんじゃないかなっていうふうには思いますね、はい、いや本当参議院選挙で日本の政権が決まるってことは分かってない政治家がいかに多いか、ね、いや本当2019年参議院選挙<え>あ頭が割れるように言いたかった、ね、<え> <laughs> この選挙は捨てていいんだって野党第一党が <laughs> 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 そ丈夫かな <laughs> とかはい はいまあ、いろんなう今、野党がまあ出てきてますけどもね、まあ、本当にまあこれは、先ほど先生おっしゃっていただいた通りあり、参議院で決まるというところでいうと、非常にまあこの重要性というのが分かってきますし、そういったものをまあこうまあ各国ですね、上院と比較してみると、いうとま,あまた見え,て見えてくるものは違ってくるんではないかと思います、はい、でまあそういった中で,で、結構ちょっとあのいっぱいお話をいただきたいなと思って、最後の質問になってくるんですけれども、はい。 あの日本の政治制度に対してですね、はいまあ、今回のお話、今回のご著書ですね、含めて、あの思いの丈をです、ね、お話をいただきたいなと思うんですが思いの丈っていうと、まああのえー、非常に、まあ、抽象的なことに、まあ、なってしまうんですけれども、まあ、あのこれはあの日本の政治学なんかでも言われるんですが、あの 日本って戦後、あの、自民党の、おまあ、えー、一党支配がついていても、緊張感があったから、あの、まあ結構良かったんではないかと、と、えー、いうようなことが言われるんですね。で、また、あの、えー、まあ、あの、もちろん、あの、左翼の方の安保闘争とかそういうのは全部、まあ、敗北してるんですけども、結果として非常に、まあ、軍事ではなくて、経済を重視した、あの、戦後っていうのが、まあ、作られてきたと。で、まあ、あの、 だからそれがよくなかったんだっていう人から見るとやっぱりあまあそこを変えないといけないというふうなことにまあなるかもわからないんですけれどもまああの今のまあ特に小選挙区制を導入して以後まあその民主党政権の時はともかくそれが終わってからはもうあのえー いつ、まあ、それこそ解散をしても、野党は常に準備不足というですね <laughs>。その、まあ、大体もうバラバラなんですから、あの、小選挙区でやれば、あの、いつやっても負けるわけですよね。今の野党っていうのはね。で、え、まあ、あの、まあ、こういう状態になってくると、やっぱりその、まあ、こう、安倍政権、安倍政権の評価もいろいろあって、私はまあ、あの、 えー、いいこともやっているとは思うんですが、しかしまあ、あの、森友とか、あの、桜を見る会とかいうのは、やっぱりまあ、えー、ちょっとまあ残念なことも多かったんですけども、そういう緊張感を与えるという点ではですね、あの、もうちょっと野党が、やっぱり、えー、こう強くならないといけない、というふうにはまあ思いますね。で、そういうてでいくと、実はまあ、あの、これ維新なんかもちょこっと言ったりするんですけども、もう日本の任意性は先ほど言ったように、えー、ちょっと問題があって、えー、 まあ非常に衆参があの対等に近いんですよね。でえしかしまあこれを正直言ってあのそんな衆議院の優越ってだから衆議院の優越っていう言葉はあるんだけれどもその言葉だけで結構あのえ衆議院ってそんなに強くないわけですね。でまああのでえじゃあ参議院を。 ええー、まあ、あの、改革しようって言ったって、それはもうそのまんま、えー、憲法改正に直結してしまいますので、非常にまあ難しい話です、実際には。まあ、あまあ、でも結局長期的にはやっぱりそこをまあ考えていくしかないのかなとも思いますし、あとはまあ、あの、 前の国会改造論の中にも書いたんですけれども、やっぱりもうちょっとその参議院の特色っていうのは持たせた方がいいと。例えば、これも、まああの、えー、まあ思いつきは思いつきなんですけれども、まあ割と、まあこう前から考えていることですけど、日本で言うと世代っていうのを、あの、言うことが多いじゃないですか。世代が、あの、まさにこの、えー、今の70代ぐらいの人たちは、あの、特に若い人は、あの、誤解も含めて、その彼らは、あの、 得をしていると70代は得をしているというふうにう思っている人多いんですね。で、えー、まあ、あの、例えば、参議院の必ず50議席は20代の議員にするとか、えー、まあ、あの、何十人かは30代にするとか、これは憲法違反にはならないんですよね。あの、学歴とかで決めちゃうとまずい。だから、あの、戦前の、あの、えー、学議員えー、そうなんですね。そういうふうなことは、 できないんですよね。あの、え、けれども、まあ、えー、まあ、世代みたいなのを一つの単純な選挙区として、えー、用いてですね、もっと若い人の声を、その、参議院では、あの、もう反映させるような、あの、選挙制度にしてしまうとかですね。えー、もちろんそれはだからあんまり不均衡にやっちゃうと、そこんかの中の一票の格差になるんだけれども、今は逆にそういう若い人の声が一票の、えー、その、 こう格差が逆にこの彼らの声が小さいことによって起こっているぐらい反映されてないので、そういうまああの改革をするみたいなこともできますし、まああのえー、参議院の改革っていうのはまあ考えてもいいんじゃないかなとは思います。あそこで、はい、あのイギリスの貴族院についてお聞きしたいんですが、衆議院が決めた法案を修正するっていうのは、えーえー、日本の内閣法制局みたいな専門家がいてやってるっていうそうですね。あの えー、イギリスの貴族院はあのーまあ、結構無党派の人が多いで4分の1は無党派というふうに、まああのー、なってるんですね。これはだからもう99年以降、えーまあ、そういうふうになっててですねで、えー、そこに結構元官僚元弁護士っていう人たちが入ってきてですね で、えー、彼らは非常に、だからよく知っていてですね、あの、専門的な見地から修正案を出してくるわけですね。で、えー、まあ、その頃合いもよくわかってて、日本だったらこう、何でもかんでも反対みたいな、あの、そういうことをやっちゃうかもわからないんですけども、まあ、あの、イギリスの、ま本当に貴族員の人たちは、そういう意味でもよく、まあ、私から見ても賢いなと思うのは、非常に専門的な見地からですね、やっぱりこういう、えー 修正は必要なんじゃないかっていうことを出すと結構比例が、まあ4分の1が無党派っていうこともあるんですけれども、あの修正案があの通っちゃうことが多いんですね。で、えー、政府の方としてもものすごく根本的なあの部分に関して、あの修正が入ってくるともう何度でもこの、えー、まあ、 あの闘争として、えー、頑張ったりいろいろするんですけれどもやっぱりそういう専門的な部分で、えー、言われた修正っていうことに関しては結構飲むことも多いんですねでだからあの結構その日本の参議院とは違ってイギリスの貴族院っていうのは面白い役割を果たしているとはまあいえますね。 上院ですね、まあはい、でどういうふうなこう役割を求めてどういうあり方をまあ作りたいのかっていうことをやっぱこう 高い視座から考えないとこの参議院も本当にまあカーボンコピーと言われるような形になってしまうということですね。はい。で全然違いますもんね。はい、日本の任姓の運用世界と。<laughs> はい、まあそれでまあ比較して見ていただきたいみたいな話とあ、はい、だからあの伊臣さんがあの次の次の総選挙で政権取るって中期計画立ってるじゃないですか。一、はい、回の総選挙で勝ったって参議院で全然数が足りないんであの維持できないんですよ。政権はい。現実にそうなんですよ。そうです、ね。 ただあの岸田さんがこのままずるずる解散できなくて自民党が衆参同時選挙に追い込まれるといきなり政権交だから勝っても負けても衆参同時選挙寒冷化した方が私はいいと思うんですけどね、うん、小堀先生の本で私それ思ったんですよ。<laughs> ただやはりあの自民党の長期政権を築きたい総理大臣はやりたくなくて勝てる時だけダブル選挙やりたいっていう。うん なかなか難しい。いやそれがダメって言ってないですよ。はい、いやイギリス憲法だとやっぱり政治家の権力を握りたいという欲望に反するようなことをやったってうまくいかないっていうのが出来上がってますよね。まあそうですね。あのそれはまあ確かに庶民院で、えー、勝てば必ず政権がまああの。 来て、まあ、年最大5年はあの選挙をやらなくてもいいですしそこはまあ全然日本と違うんですよ、日本はもうあの3年ごとにその、えー、関門が来ますのでそれで負ければ結局ればので、うん、しかもあの3年ごとに参議院選挙があって自民党総裁選もまた、あって <laughs> <laughs> 安倍内閣の時毎年選挙やってましたもんね、<laughs> <laughs> 衆議院か参議院か総裁選やっててって。<laughs> はい すなんですよあともう一つそのイギリスとの比較でいうとこの本の中ではニュ、えーないイギリスの内閣は多数決があのできるしあのもう、えー、200年前からあのやっててそれをでも日本のお、まあ、政治学者も憲法学者もあんまりよく分かってなかったので、うん、それを書いたんですけどもあの日本ではあの有名な「全員一致」という原則で。えー 結局それによってそのまあこれもあんまり単純化していると今あの結構議論があるんで単純化できないところがあるんだけれどもそれによって結局そのえ軍があのまあ総理大臣の主導権をですねえ掘り崩して戦争に行ってしまったという議論があったりするんですねで今どっちかというとそれを言ってるのはあの <laughs> 憲法学者の方でであの日本は実は伝統的にすごくそういう強い権力を嫌って で、ええー、まあ、あの、そうやって、まあ、総理の力を内閣の力で、えー、封じ込めようと。とで、まあ、さっき言われたように、その、自民党の中でも、昔もあれ2年任期だったわけですよね。それが3年に伸びて、えー、とにかく短い任期にして制限しようというのは自民党の中にもあるし、内閣の中にもあるし、憲法学者の中にもあるし、で、参議院っていうのもあると。だからいろんな意味で日本の、 あのまあ、リーダーシップというのは取れないように日本自身がこう考えてきていて逆にイギリスとかはあの1回選挙に勝てば必ず5年間はあの選挙をしたくなければしなくていいということになっているんだけど日本はもう全然そうはなっていないという、ね、だからそこを同じデモクラシーだとこうちょっと考えない方がいいんじゃないかといいう,うには思ったりします、はい、ありがとうございます。はい 日本の政治のあり方っていうものを見ていくときにやっぱり自分の国だけ見てると何もわからないっていうところで言うと本当にまあ今回あの小堀先生のですねおご著書を読ませていただく中でもまあ自分たち自身がどういった政治、まあ、国にしていきたいのかっていうことが見えてきます、まああの倉山先生もおっしゃってますけどもどうなるかよりもどうするかということですのであの小堀先生の,です、ね、あのご著書の中では特に本当にまあお話しいただきました引用元をですね一生懸命いっぱい書いていただいてますので今回は倉山先生の 校長賞もですね、参考文献に入っておりますので、まあぜ特に参議院あのここでは引用してないですが、参議院も書かれているということでですね、<はい S 2> 非常にあの大事だと思います。はい。まあ本当にまとまった教科書という形になっておりますので、これを元にですね、まいろんなさまざまな学びを深めていただければと思います。ということで本日はありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。 近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタウンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今、直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか、実はチャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。